はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビーシュです。では今回は、ステラリスガンダムモッドの続きをプレイしていきましょう。ここまで艦隊の増強と、あとは、地球連邦政府の領域拡大というところをね、進めてきています。で、今回その続きになるんですが、外敵ですね。海賊船を含めた外敵との交戦も増えてきましたし、その一方で少し地球連邦政府の支配権の拡大が遅いかなというふうなところがありますので、今回はね、その辺り重点的にプレーをしていきたいと思います。もちろんガンダムの開発計画も進めていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。で、今、ファーストコンタクト成立っていうことで、ボスバチック王朝連合からメッセージを受信というふうになっています。で、彼らは何をやってきているかというと、君たち悪辣な種族に以下のメッセージを持ってきた。なかなか好戦的ですね。君たちが我々の内政に干渉です。我々が偉大なる指導者、上級王、ドーバックス一世かなに敬意を払う限りにおいては、両国間には平和の望みがあるだろうということを、上から、ハシュナレディアは人類の人々を代表して話す。戦場でお前たちに礼儀正しく挨拶しよう。我々を引き止めることはできないと。いやー、ここはさ、ちょっと今戦争してる場合じゃないので、一旦何もなかったかのようにしておきましょうか。ボスマチック連合でしたっけ。彼らとの間に戦闘行為は開きたくないというところですね。で、影響力は獲得したので、一旦このままにしておきましょう。で、さらに同時に反託同盟域軍。いや、これ完全カニだな。選挙で選ばれたリーダーである軍事委員長のマクは、生き方を守る以上の能力を私たちは有しているのですと。うん。どうしようかな。ここも戦争はしたくないので、一旦同じ対応をしておきましょう。で、これで一気に影響力大量に獲得できたので、ここを領域を拡大するチャンスと捉えて、まずは確実に西側ですね、第三勢力と接していない領域の拡大と、あとはもう完全に線引きされてしまったところには潜入できないので、上ですね、北側、ここに領域を一気に拡大していきましょう。というわけで、まず調査船だな。調査船は、上をぐるりと調査してもらいましょう。どんどん領域を広げていかないと。で、建設船の方なんですが、とりあえずピクサム政権は制圧したので、ピクサム政権に、そうか、今鉱物資源が足りないで時間を進めましょう。メッセージが来てるで。誰か不可侵条約、反託同盟機軍だね。不可侵条約を結ぶ。もちろん結びましょう。反拍はここですね。反拍でボスバス地区王朝連合がこちら、まあ、どちらとも戦争をしたくないので、鉱物資源のちょっと回収スピードを上げていきたいですね。今鉱物資源、まあ、建物を作ったり艦隊を作ったりするのに必要な鉱物資源が94あって、まあ、18ずつ増えていくっていうところですね。このスピードだと少し物足りないので、この先もうちょっとねスピードが上がるように鉱物資源を優先的に回収していきましょう。建設完了したで。で艦隊だな、第4遠征艦隊。今第1遠征艦隊はピクサムエリア、ここは以前海賊の拠点があったので、ここに拠点を築くまでの間駐留させています。ピクサムですね。で第2遠征艦隊、ここが主力の艦隊がいるところで、今第2遠征艦隊はというとファクト、ここにいます、まあ、ファクトの近くにはこのボスパチツク王朝連合がいるので、まあ、ここもね駐留させておく必要がありますね。で第4遠征艦隊、これをもうちょっと増強していきたいんですけど、先ほどお話したように増強するには鉱物資源が必要なので、やっぱり1にも2にも鉱物資源だな。鉱物資源を作っていきましょう。スペシャルプロジェクトが完了したで。建設完了したで。ダーバンも結構おいしいからね、こうやって見てると。ランテマリオにも採掘ステーションを作っちゃおう。どうしても足りないのが鉱物資源がやっぱり今足りてこないですね。選挙か、ここ影響力出していきたい気もするけど、ブライトさんが今回は立候補してるんだな。ちょっと支援するための影響力は使いたくないので、ここは指をくわえて見てみましょう。調査船が余ってるので、調査船は使える内容にどんどん使っていきましょう。艦隊を増強するための鉱物資源が全然足りてこないな。やっぱり鉱物資源最優先でいきますか。で第一艦隊は一度戻しましょう。少し傷ついている様子があるので回復させます。この間にね、敵がピクサム成形付近で活動し始めるとピンチなんで、早く回復して早く戻しましょう。艦隊は This is our homeworld and the capital of our empire. The planet summary screen, which we are currently...とにかく艦隊と鉱物資源の確保、これを最優先事項で進めていきます。社会不安が起きている。ここはサイド3か。どうしようもないな。サイド3、今サイド3に手をこまねいてるわけにもいかないからな。で、難問の可能性のスペシャルプロジェクト、これは今回は影響力120近くあるので、スペシャルプロジェクトを発動する方向に舵を切ります。サイド3はもともとね、ジオンが治めてたところですからね、そこが社会不安に陥るというのは。一番最初に起きてもおかしくないところですよね。そしたら第3遠征艦隊、これを少し動かしますか。ちょっと一旦時間を止めましょう。まず第2遠征艦隊ファクト、ここにいる艦隊はこのままでよくて、一方米友にここにいる第3遠征艦隊、これですね、第3艦隊、これを一旦ピクサム政権エリアに移動させましょう。もうこの辺りは海賊は出てこないでしょう。出てきた時は出てきた時でまた考えます。とにかく鉱物資源だな今は。あとは研究枠だね。研究枠ちょっとまだまだすぐ使える研究枠がないっていうのが痛いかな。なのでこのままダーバンを回収していく。建設船がちょっと待ってくださいね、今全部止まっちゃってるんで、これはもったいないというところで、まずは一つは前線を仕上げていきましょう。で、2つ建設船が今止まっちゃってるんで、鉱物資源がたまり次第1艦は動かしていきましょう。リバイアさんの沈黙、これは2だけか。もうちょっと数欲しいんだけどな。研究完了。要塞がアンロックされた。要塞はちょっと早めに欲しいな。テラフォーミング、これはエネルギーの最大容量が5000プラスになるのか。今プラス5000必要かって話だよな。今はどうする？艦隊士気の上限を上げるか、宇宙基地の容量を上げるか、生態研究所を上げるか。ここは艦隊の士気上限を上げましょう。出た出た。ちょっと一旦時間止めます。敵艦隊を捕捉したというのはどこ？いや、いいね。ファクトには第二遠征艦隊を投入してあるので、これはこのまま第二遠征艦隊で迎え撃ちましょう。第二遠征艦隊はご覧の艦隊ですからね。ちょっとたまには艦隊戦の様子も見ますか。弱いな、こうやって見てると。まあそれでも完全に撃破したね。ここはやっぱり安心感あるね。第二遠征艦隊はたまにはということで傍観しましたが、アノマリーを発見したで。で、調査船を使ってファクトでスペシャルプロジェクトをやっちゃいましょう。心配なのは艦隊がすり減っていくことなんですよね。艦隊がすり減っていくとなかなか辛いことになるんで、艦隊をね、助けていってあげるっていうこともちょっとしていきましょう、この先。このファクトに仕掛けてきたのがどこの艦隊かですよね。あとはブリーシングリフトということで、これはどうする？進めるか、緊急もらうか。いや、ここは進めとく。よくわからない、このブリーシングリフトなるものを進めておきますか。今はとにかく鉱物資源なんだよね、最優先が。最優先の鉱物資源、これの確保だな。さて、一旦時間を止めて、調査船が余ってるので、調査船をちょっと待ってね、使っていきたいんだけど、ちょっと待って。この調査船は今ここにいるのか。ここにいる調査船をいきなりあそこに連れていくのはもったいないので、やめよう。一旦命令を解除して、ここはこのスペシャルプロジェクトをまずはやらせよう。で、建設船の方はというと、今余っている建設船があるところはこのまま採掘ステーションを建てよう。どうしても戦闘艦じゃないところは常に稼働させておきたいんですよね。もったいないので。鉱物資源のちょっと蓄積があまりにも遅いんで艦隊の増強ができない状態が続いているっていうのが、この先どっかで致命的なことにならなければいいなというところですね。したで。建設完了したで。今ファクトに向かってるさ、調査船っているの？いるね。かつ小林が向かってるのでいいでしょう。ここはじゃあ放置で。建設完了したで。あとはダーバンが一応開発完了したので宇宙基地作りたいけど、ちょっと影響力が今使っちゃったかな。であればシリウスで先に採掘ステーションを作っていこう。ガンダムがなかなかね進まないですね。それにしてもリンゴがプラマイゼロの状態になってるね。今リンゴが、これを少し改善していかないといけないかな。リンゴが取れるところを除去していきましょうか。じゃあそうか、山脈削除が発動できてないから無理なんだな今。かといってここに建造する今鉱物資源の余裕もないからな。ジレンマですね完全に。マリーを発見したで。ニューシップができているけど、これは何？レイダー級。デブリ分析完了したで。R44。戦闘力はそんなに高くないけど、まあ、これも増強していけば使えなくはないな。とにかく今第二遠征艦隊をね回復させていきましょう。確認してな。少しは鉱物資源のプラス幅に余裕が出てきたかな。あとはこのキャムスリンも結構おいしいんですよね。鉱物資源6が取れるキャムスリン、ここもちょっと頭に入れておきましょう。サイド3が大型惑星化してるな。サイド3もでもちょっと今どうこうできる状態じゃないしね。で、地球はというと、ここがいっぱいいっぱいでしょ。This tab is only visible on colonies and surveyed worlds that are habitable. Each pop occupies a single tile. Some buildings may cause adjacency effects to other buildings in neighboring tiles. アップグレードしよう。で、あとはサイド1から6だね。ここで取れる、あるいは空いているところがあればそこに増強していきたいけどないか。宇宙魚雷が完成したね。宇宙魚雷の次どうする？ボールアーマー、79のボールか。まあこれはすぐ終わるんでやっちゃうよ。それよりも今は困っているのがモビルスーツファクトリー欲しいけどな。まあ、今はどちらかというとリンゴが欲しい。どうしてもリンゴが欲しいんだ。しかも結構なスピードでリンゴが減っている。他どうにかリンゴ作れるところない？ここもアップグレードする？なんとかリンゴをこれでプラスに戻しましょう。調査完了したね。さてと、ちょっとリンゴの減り具合も気になりますが、リンゴの減り具合を確認しつつ、やっぱり鉱物資源が優先されるんで、鉱物資源の様子を見ていきましょう。第2戦艦隊は今まだファクトにいて、これ戻すつもりはないので、第3遠征艦隊がピクサム成形だったよね、確か。そうだね。で、第一遠征艦隊、これ回復している地球圏の艦隊ですね。これを、まあ、念には念をということで、イジャックスに派遣しておきましょう。これでいいかな。で、第4遠征艦隊はというと、リーダーに命令する余裕が今やないので、このままにせざるを得ないんですけど、そうだなぁ。The fleet manager. We can create templates for our military fleets. As our fleets grow in size, these templates make it easier to quickly order replacements for any losses they may have sustained. 艦隊増強するぐらいだったら、やっぱり第4戦艦隊かな。ここが先だよね。建設完了したで。研究完了したで。ちょっと一旦時間止めますね。第4遠征艦隊、ここに増強かけよう。やっぱり造船所艦卓でテクノロジーの完成でボールがいけるようになったと。が量産型ガンタンクか微妙だけど、量産型ガンタンクもすぐに終わるので、量産型ガンタンクやっちゃおう。でリンゴはプラマイゼロに戻したね、ようやく。で調査船はどうする？この辺り調査してもらう。そしたら建設完了したね。あとは入植もしていかないとね、ちょっと結局リンゴがね、これ以上増やせる場所がなくなってきてるので、リンゴを増やすためにコロニー船も作っていかなきゃいけないな。いやー、正直忙しいな。どうする？ The tradition screen displays the tradition trees available to our empire. A tradition tree must first be adopted before any traditions within it can be unlocked. コロニー船を増強するにはちょっとね、足りなすぎるよな。コロニー船を建設するのに必要な、まあ、いわゆる Spaceport tab is where we view orbiting fleets and build new civilian ships. ちょっと一旦300まで我慢して食べましょう。で、どっか使えそうな土地を見つけて、そこに入植していかないと、このままだとリンゴがいずれ不足してくるのは目に見えて明らかですね。とはいえな、どうする？キャムスリンには前線基地を作って、キャムスリンで採掘ステーションは作ろう。これは鉱物資源を最終的にプラスにするためだな。あとシーリウスはこれよく見ると人が住める都市がある。シリウス3だな、大陸型惑星。ここに入植しよう。まあ、地球からも割と近いですからね。ガンダムがなかなか出てこないんだよね。研究枠は完全にランダムらしいので、どの研究ができるようになるかというのが、ガンダムが出てきてくれるのを待つしかないっていうね。ここはガンキャノン、普通のガンキャノンだね。このガンキャノンも割とすぐなのでやっちゃいましょう。でシリウスに入植をかけていきたいので、本当にここは300待ちましょう。とか言って研究施設を建てたくなっちゃうんだよな。研究完了したで。建設完了したで。今重要なのが、おっと敵艦隊がいる。ちょっと一旦時間止めましょう。モルシー成形ね。ここはじゃあ一旦惑星 FTL 妨害装置、これを研究しておきましょう。で敵がいたというのがここか。モルシーね。モルシーは地球圏から割と近いので、まあ、最悪モルシーには地球から艦隊を送るっていうことで、このまま生還しましょう。モルシーね、995結構強いな。モルシー、ここの艦隊と渡り合うために第4遠征艦隊とニューシップスを統合しましょう。統合しましょう。反託同盟域軍とはちょっと更新して、同盟を結んでおきたいよな。ちょっと一旦時間止めますね。宇宙船のドクトリンの艦隊上限プラス20を獲得したので、次に進みましょうというところで、リーダーの寿命を伸ばすか、タイルのアンロック、火山排除を入れるか、あとはこれか、居住性プラス5。どうする？これも欲しいけどな。今はポップの成長速度かな。で防衛協定への招待。うまくはいかなかったか。未知の部隊とどう、いやこれは防衛協定結べたでいいのかな。この感じなんか出てるもんね。となればだいぶ安心はできるな。これで、じゃあ本当にいよいよ、コロニー船を建造して、シリウスに入植を始めましょう。そうすれば、リンゴが多少なりともマシになるんじゃないかな。今、リンゴが不足してるっていう状況を改善したいので。の下で研究完了したで一旦時間を止めましょう。で、余ってる建設線を使っておきたいんですが、この建設線どこに派遣する？これ、この建設線ランテマリオ、いやーニート率だな。ここで宇宙基地作っちゃおう。ようやくガンダム来たね。ようやくで、ビームライフルもアンロックできると。ガンダムちょっとガンダムをね開発するところまでは進めましょう。でコロニー船ができたらシリウスにすかさず入植しましょう。そしたらちょっと調査船を大量に眠らせておくわけにはいかないので、プロジェクトを遂行させていきましょう。で建設船も建設船でね眠らせておくにはもったいないので。ちょっと待ってね、ランテマリオにいるけど、これさ、ここで宇宙基地作っちゃわないと、つなげちゃわないと、そもそも資源の採掘ができないっていうことだよね。なので、ここは最優先で航路をつなげましょう。でコロニー船の建設状況はまだまだだね。建設完了したで。貿易協定の連絡か。取引期間が15年。うん。これは全然いいでしょう。アクティブセンサーリンク。これがお互いにもらえるもの。ちょっと待ってね。これ第三勢力がいるな。敵艦隊。しかもそれなりにでかい。めちゃくちゃ強くないか。古き守護者っていうこの艦隊。だって5000でしょ。いやー、さらに9000っていうのもいるしさ、ちょっとこれ勝てる気がしないな。ここでさぶつかると終わるんじゃないか、むしろゲーム自体が。それはやだな。ちょっと一旦時間止めましょう。そしたら77D10 装甲重装備ガンキャノンでいいかなをちょっと入れておきます。で造船所では早速ジャックガンダムをここにガンダムを入れていこう。でガンダム自体をどうするかだけど、ちょっと待ってね。すでにガンダムでしょ。あとフルアーマーガンダム。ガンダムアルティネイトにフルアーマーガンダムアルティネイト。フルアーマーパーフェクト。これただ、どれも同じだね。コスト的にも使える武器スロットも同じなので、であればここは見た目も至って違和感がない普通のガンダムにしておきましょう。でここはこのキャノンしかないのか。ビームライフルはビームライフル持ってるよね。ビームライフルをつけて、もっとビームライフルをつけて、であと対空砲もつけましょう。なんかものすごいものになったなこれ。どう、なんかお腹からものすごいものが出てんだけど、ちょっと見た目によろしくないんでやめましょう。で、ビームライフル、2丁ライフルにしましょうね。で、ビームサーベル。こんなところでどう？まさにガンダムですね、ガンダム。いやー、ようやくガンダムの設計が。ただこのガンダムの戦隊値度、コスト218は良くて、出力が980、攻撃力が188。うん。これがね、強いのかどうかっていうのは、今のところ最強のガンキャノンと見比べてみましょう。ガンダムはさっき見てもらった通り、まあ、いわゆる攻撃力が 188.94 でコストが218、ね、ガンキャノンだよね。ガンキャノンほんと強いよな。攻撃力はガンダムを上回ってますからね。まずなんとかガンダムをじゃあ量産していきますか。ガンダムを量産体制に乗せていきましょう。で今せっかく時間止めてるんで、建設船のところでやれることを少しやっていきます。あとコロニー船の入植もちょっと始めていきたいので、シリウス星系のシリウス3、ここに入植させちゃいましょう。まあ、とにかく1にも2にもこのよくわからない勢力、こことぶつかるとかなり危険なんで、反拓同盟域軍の艦隊としては1035でしょ、ここの攻撃力が。これを見てるとね、それに対してこのプレグラーにいる敵艦隊、これちょっと強すぎだよな。9944と、これうちの艦隊全部集めても勝ち目がないからな。これを少し考えておかないと困ったことになるな。で、第5遠征艦隊っていうものを作っちゃったけど、結局この第5遠征艦隊も第6遠征艦隊になっただけで艦隊の統廃合をしたいから、ちょっとここは裏でやっておきましょう。今だと第1、第2、第3、第4で、今地球圏にいる第4遠征艦隊と第6遠征艦隊をまとめちゃうのが一番いいかな。そうすれば一旦ね、その弱い艦隊としては第6遠征艦隊単体ではちょっと話にならないと思うので、これを一旦、そうですね、変えていくというのが一番いいかな。そうしましょう。これこのまま残しておいてもあまり使えない艦隊のまま終わってしまいそうなので、第6遠征艦隊は解体して第4遠征艦隊に組み込みます。ではちょっとね、時間が長くなりましたので、ガンダムようやく開発できたというところで、この先巨大な敵勢力に立ち向かっていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。